楽しい、素敵、ね、はい、ということで皆さんなんかこうパワーをいただいたような感じで次へ参りたいと思います。次の方をご紹介いたしましょう。まずは森田健作さん、そして日月久美子さん、よろしくお願いします。そして伊藤咲子さんです。こんばんは。精神というね代名詞にぴったりのお三方ですね。そうですね、はい、なんとなくこうあの頃を思い出しますね。いいですね、まあ本当にあの堀田さんは、はい、こういう歌番組とかにご出演するのはもう長い間出てませんでしたね、うん、そうですね、やっぱりそっちじゃない方面にずっと行ってらして。そうですね、今どんなお気持ちがありますか、こうやってこういろんな歌手の間にこう入っているいやあのでもなんか不思議な感じですよね。なんかもう、うん、タイムスリップと言いますか、うんうん、なんかね、昔の歌謡番組に出てるような気持ちで。あ、そうですか、もうなんかもう嬉しいです。あ、そうですか、はい、まだ歌を歌ってないんであんまり気持ちがここにないんじゃないですか。もうすごく上がってますよ、ね、いやいや何をおっしゃいますよ。いやでもね、この番組出るためにね、はい、2年前から練習してたらしいんですよ、うん、2年前からこの企画あったんですか先行きましょう。あ、そうですか、はい、まあ西口久美子さんは僕は大井三角定規ね、もう今一角銃になっちゃっていや驚きました、ね、西口さんとはね、はい、僕らね意外なところで接点があったのね。私バックダンサーやってまして、はワンズの皆さんとかスパイダースの皆さん、タイガースの皆さんと、もう数え切れないほどご一緒にお仕事してます、うん、あ、そうでございますか。ですから皆さんがグループサウンズの頃に、うん、あ、そうでございますか。ティーンズっていう10代の子ばっかりのダンスグループで、うんうんうん、盛り上げてくださったんですね、はい、僕らね、ヤヤヤングとか、レッツゴーヤングサウンズとか、もう石口さんが青春ドラマのね、はい、飛び出せ青汁ちょっと待ちなさい、飛び出せ青春、あ、青春か、もうこっちボケるの大変なんだから頼むよそれの主題歌で、はい、太陽がくれた季節を歌ってらっしゃるんですよね。そうです、はい、そして伊藤さんはひまわり娘ですよ、はい、そう、ひまわり娘、すいません、こんななっちゃいました、いや、そんなことない、あのね、ひまわり娘の頃はね、はいはい、本当にひまわりのようにね、バーンと断ち切れの若さがあったんです。いや、若さが今ないってんじゃないんですよいや、今だってスリムになって、いや、ちょっとね、あの当時のね、ジャケットあるんですよ。あ、あります、ちょっとご覧いただきますかね、伊藤さんの当てるところね今グループショットです。ないんですねなるほどあったりなかったりのね生放送でございます、はい、そして森田健作さん、やはり俺は男だ、はい、もう本当にもう私は素晴らしいですね、うん、青春ドラマに出させていただいたと誇りに思ってます、あれですよね、熱血剣道少年です、はい、そうそう、うん、あの当時と気持ちとか精神みたいなことは全然変わらないんですよね。今変わらないです。変わらない。青春の勲章はくじけない心だと。そういつも目標に向かって頑張ります。絶対こっち見て喋りません、カメラ目線ですからねですよね、さすが政治家だね、政治家ですよ ね、こんなこと言っちゃ失礼だけどさ、何でございましょう、うまくね、いかなかったからこうやってほらゲストに来てくださったの、まあ、それはそうですけど、またいろんなチャンスにね、そうですよ、頑張っていただかなきゃいけないってことがございますよ、ね、さあ、それじゃあちょっとですね、俺は男だのですね、VTR を借りてきておりますので、ぜひお願いします。それをちょっとご覧いただこうと思います。台本落とさないようにねこれはいい町に引っ越したぞ。22歳これはそうだ、これは19歳の19歳だね。吉川くん、吉川くん、よ、剣道同好会はまた結束を固めたよ。雨降って地固まるだな。それがどうかしたの？いや、一応報告しておこうと思ってね。毎夜そうですね。もう8時には砂浜を走ってます。毎朝8時には砂浜を走ってたということで。本当に。懐かしい。懐かしい。懐かしいです。とってもいい、いい思い出。フィルムっていうのはこれ残ってていいですね。そうですね。だから僕は本当に映画って大好きなんですね。でね、どうですか？おい吉川君だっけ、あのセリフでいいね、やっぱちょっとね僕ら聞きたいのよ生で今日、ね、これね流行語になったんですよ、あ、そうです、あ、そうですか、ね、あ、そうですか、いや本当にじゃあちょっと立ち上がっていただけますか、大きな声で、いやいや、そうそうそう、昔をね懐かしい方もいらっしゃると思うんで、ちょっとじゃあおい吉川君、はい、お願いします。
おい吉川君元気か。何小林君、ちょっと待ってくれよ。はい、早瀬久美さんです。はい、早瀬久美さんです、ね、どうぞお座りください。今の、うん、ドラマの中のお二人がこうしてまた再会がしたということです、うん、何年ですか。いやいや、あのこの間選挙の時応援に来てくれて森田君のいるとこにはどこでも出てきちゃうという。ありがとうございます。本当嬉しいです。早瀬さん、どうなんですか、あの撮影の頃は、時はどんな方だったんですか。もう堅物です、すごい。もう今はね、少しお酒も飲むようになって、少し柔らかくなったけど、はい、あの頃女の子ともお話ししないって感じですね。いや、もうしたかったんですけど、なかなか機会がなかったですね。じゃあ、あつさんタイプだったんですか。タイプですけど、受け付けないから。すいません、マイクお願いします。受け付けてくんないんですよ。本当さんは、あのあつさんみたいな感じ。いや、僕はもう本当にね、はい、もう久美ちゃんはね、当時あの松竹ではですね、もう看板スターですから、もうとんでもない、私も大先輩ですからね。大先輩じゃないって。だからなかなかお話ができなかったんですよ。なるほどね。でも年はあ、もっちゃさんとかね、うん、ずっと上ですよね。うん、ものすごい。で、あのこのテーマは剣道だったんですね。はい、ですから僕はあの剣道部員に剣道を絶えず教えてたんですよ。うん、で彼女はバトンで、うんうん、で彼女はバトンができたから、まあ、あの部員の皆さんに一生懸命教え、お互いにですね、うん、な、もう剣道とバトン一生懸命やろうやと、うんうん、だからもう私生活も本当にその青春ドラマそのまんまだったね、延長みたいな、話は尽きないようでございますが、はい、では歌の方お願いしましょう。はい、まずはひまわり娘です。
笑って、さらば愛な恋よ。思わぬらす涙は誰も見せない。こらえきで会うだろう。だけどそんな時でもさらば涙と言おなくんじゃない。今はつらいけど友達よ、泣くんじゃない。明日は晴れるから。君の胸の奥はいつも熱い嵐、何をしても苦しい。泣くんじゃない。誰も今はそうさ。友達よ、泣くんじゃない。話してあげるから。の放送は花王とご覧のスポンサーの提供でお送りします。